何かと比べたら不幸であるということを思うことっていうのは何の意味もないし、むしろマイナスなの。何を比較対象とするかっていうところを間違えないようにしなきゃいけないんだけど、人はね、結構ね、間違えるんだよ。他の生活を知るっていうことは不幸になることなのよ。要は他の生活、こっちの方が楽しい、こっちが幸せっていう風に感じてしまうと人は不幸になる。でもさ、僕楽しく暮らしてますって言ったけどさ、8割の人は楽しく暮らしてるわけじゃん。でもぶっちゃけ8割の人たちってさ、ビル・ゲイツとかさ、なんかスティーブ・ジョブズとかも死んじゃったけど、っていう金持ちとかさ、じゃあイケメン美人とかさ、に比べたらさ、金もないし相当不細工なわけですよ、君らは。広瀬すずより可愛いみたいな人いるかもしれないけど、まあ基本見てる人不細工だと思うんだよ。でも別にさ、楽しく暮らせてるわけじゃん。それはその芸能人とかと比べてないし、金持ちとかとも比べてないわけじゃん。要は、比べるとか他人の生活を知るっていうのはいいのよ。知識として知るのは。知識として知るのと、それと自分を比べるっていうのは不幸にしかならないのよ。だって別にほら、僕、福山雅治と比べたら不細工なわけですよ。でも、福山雅治と比べて不細工だって思ったとしてさ、なんか得すんの？事実じゃん？福山雅治に比べたら僕が不細工であるのは。でもさ、それをさ、毎日一回朝に、あ、僕は福山雅治と比べて不細工だって思い続けることにさ、何のメリットもないじゃん。それを思い続けたら僕がなんか福山雅治になれるんだったらいいかもしれないけどさ。でも、そうはならないわけじゃん。福山雅治のモノマネしてじゃねえよ。だ要は、何かと比べたら不幸であるということを思うことっていうのは、何の意味もないし、むしろマイナスなのよ。僕の知り合いにひよえさんっていう超絶ブサイクのデブがいるんですけど、超絶でもないんですけど、ブサイクなデブがいるんですけど、で、そのブサイクなデブに比べたら僕は相当恵まれてよかったなっていつも思うんですよ。あんな顔で生まれたら大変だよな、みたいなさ。鏡を見るたびにあの顔見るのかみたいな、ちょっと気になるんだけど、でも、ああじゃなくてよかったなって僕はいつも思ってるのね。声はいいよ、彼は。っていう感じで、その、自分より下を見ると、割と、それは幸せは感じられるんだけど、上を見ることに幸せって感じられないのよ。なので、上を見るっていうのは、むしろマイナスで害悪なのよ。だって上は必ずあるから。なので、上を見て比較をしてしまうっていう性格と考え方っていうのは、人生にとってめちゃくちゃ害悪なの。だって人生普通80まで生きるわけじゃん。80年間さ、そういう苦労するわけじゃん。なので、上を見るっていう癖を持ってる人は、やめた方がいいと思うんですよ。生まれた時からエリザベス女王ですみたいな人とかだったら、別にいいのよ。上がいないから。上を見るから生活は向上するんじゃない？僕、生活は向上させたけど、福山雅治より不細工だから向上したわけじゃないよ。要は、人間の向上心とコンプレックスは全然別の話なの。だからその、絵描くの面白いです。ずっと絵描きます。絵描くの上手くなりました。イラストレーターになりました。で、評価を受けるようになりました。で、それで絵が売れるようになりました。それってさ、そのさ、画家がさ、福山雅治より不細工かどうかって全然関係ないじゃん。その人が絵が上手いのはさ、福山雅治より不細工だからじゃないじゃん。一郎が野球上手いのはさ、福山雅治より不細工だからじゃないじゃん。比較って意味がないのよ。価値観において。っていうだけの話なんだけど、わかる？じゃあ、向上心じゃないの。一郎が野球が好きで、俺より野球が上手いやつに追いつきたい。で、あいつはなんでうまくバット振れるんだろう、なんであいつはあんなにそのボール取るのがうまいんだろうっていうのを研究して、うまくその技術を盗んで上がるは向上心なの。では、向上心っていうのは、ジャンルが決まってんのよ。だから例えば僕がプログラマーで、よく名前を間違えられる松本幸宏さん、松本博之って言われることもあるんだけど、ルビーを作ったね。松本さんみたいになりたいと思ったら、松本さんのコードをずっと読んで、松本さんはこういうアルゴリズムでものを作るんだっていうのを見て、で、松本さんの作るアルゴリズムとかパクればいいのよ。なので、自分がやりたいと思ってるものをパクるっていう向上心と、福山雅治より不細工っていう話は全然違う話だ。こう違うわかる。運動で挫折して勉強で見返す。だから、運動で挫折したら運動なんて一生やんなくていいのよ。だから僕がさ、そのモデルになりたくてモデルで生活しますだったら、福山雅治に対して向上心はあるかもしれない。要は福山雅治になるにはどうすればいいか、歌を歌えばいいのかとかさ、演技力つければいいのかとか。でも僕は福山雅治の戦ってる競争社会には全く興味がないのよ。なのでそこの世界では戦いませんっていう切り分けをしてる。福山の欠点は高卒なくらいかなっていうね。そこで福山に勝って嬉しいか。だからさ、例えば福山雅治と比べて僕は不細工だけどさ、でも俺福山雅治より学歴いいからって言ってさ、みんながさ、
だよねって言うと思う。なんか、ブサイクが学歴自慢して超絶かっこ悪いみたいな話でしかないじゃん。いや、面白いよ。そう、実に面白いんだけど、友達にそんなやついたら、時間を経てばじいさんになった福山に勝てる。あ、だから、スポーツ選手はスポーツっていうところにおいて、俺はスポーツこれうまいっていうので楽しさを感じる人だからいいのよ。だから別に野球うまい、野球楽しい、野球で金が入る、全然いいじゃん。で、別にだからプログラムなんか全く興味ないみたいな。もう分かった、次の話行こう。え、分かった、大丈夫、ここ引っかかってる人多いと思うんだよね。要はその他人との比較にまず意味がないっていうことと、向上心っていうのと他人との比較は別のことなのよ。例えばさ、日本の中で日本語が喋れて、英語が喋れると、外資系の仕事とかにできて、お、すごいじゃんみたいになるんだけどさ、アメリカ人にとって英語喋れるって当たり前だからさ、価値でも何でもないのよ。私英語喋れるし、みたいなこと言ってもさ、アメリカ人の子供に、から見たらさ、何言ってんのこのおもちゃみたいな話やん。要は、比較対象っていうところを間違えると全然意味がないの。なので、何を比較対象とするかっていうところを、まず間違えないようにしなきゃいけないんだけど、人はね、結構ね、間違えるんだよ、比較対象を。例えばさ、外資系で出世したいんだったら、英語は当たり前で、そうじゃなくて、じゃあ、そこで売り上げを上げるにはどうすればいいかが重要なのよ。英語で勝負したらアメリカ人に勝てるわけないじゃん。要はさ、会社で外資系で出世したいんだったら、その会社って売り上げを上げる人は手放したくないわけですよ。だって会社なんだもん。利益を出すためにやってるんだから。そうすると、自分たちの商品が何で、この商品をどうやったらみんなが買いたくなるかっていうところを考えたり、それをうまく改善したりするっていうところにお金を費やした方がいいわけよ。お金だったり時間をね。例えば上司とか同僚でそれが上手い人がいるんだったら、その能力をパクればいいの。そう、向上心に結びつく比較と意味のない比較があるんだけど、意味のない比較を結構人はやってしまうのよ。無駄なプライドが性格を曇らせる。性格の判断を曇らせる。福山も増毛しなかったら悲惨やろ。福山が下がってもお前は上がらないぞ。仮に福山さんがなんかハゲちゃってすげえ太って下がったとしても、あなたの世界ランキングは上がらないよ。あなたがブサイクなのは変わらないから。単にそれは福山雅治がブサイクになっただけだから、あなたがイケメンになったわけではない。それでね、他人の幸せをね、望むっていうのもね、何の意味もないんだよね。世の中にはさ、50億人ぐらいいるわけでさ、50億人の1人ぐらいが下がったとしてもさ、あなたの順位は変わらないからね。相対的に1位上がるんだけど、50億人いる中でさ、その中10億5位みたいな人がさ、10億4位とかになってもさ、変わらないじゃん。福山が幸せとは限らないよ。はあ、深いね。これがね、難しい問題でね、イケメン以外はね、イケメンはそんなに幸せじゃないよって言えないんだよ。要はさ、イケメンが、いや、別にイケメンになっても人生楽しくないよって言ったら、うん、そうかなって思うけど、ひげおやじさんとかが、いや、イケメンでも別に人生楽しくないぜとか言ってるのもさ、いやいやいや、ちょっとひげおやじさん、ちょっと待ってくださいよ、鏡見てくださいみたいになるじゃないですか。なので、そのイケメンが幸せかどうかは、イケメン以外は言っちゃいけないんですよ。なので、その、お金がないと人は幸せになれないよねっていうのを、生活保護の人が言ってても、やっぱり説得力がないんですよ。お金持ちの人が、いや、お金ってそんな大事じゃないよって言って、初めて、あ、大事じゃないんだなって説得力を持つし、イケメンが別にイケメンだからってそんな人生楽しくないよって言っても、でも納得ができないよね。